はい、どうも、プロダンです。ボイン。やめやめやめ。ダメです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。なんなんですか、その無理やり僕の動きだからって、下ネタ挟まなくていいんですよ。真面目なんだから。モノカの進化系です。わー、なるほどなるほど。ポケモンみたいな感じで不思議だね、不思議そう。え、ほら、ほらの進化したらそれになるんですか？そうですよ、ほのかです、ドカン。ほのかです、ボカン。ほのかです、ボイン。ってなってくるんですか、今後。ちょっと連絡取ってみます、今度。今日何ですか？今日は、ラワさんと二人でバズった企画あるじゃないですか。武器の、はい、武器の、はいはい、武器のやつ。あれ増えてないですよ。増えてないです。はい、大丈夫です。しかもあれ、リハーサルじゃなかったじゃないですか。ガチのやつね。ガチの、あれガチです、マジで。で、武器がいっぱいあるの分かったんですけど、さらにヤバいのがあるんで。誰に聞くの？共通の友達いないじゃん。そういうシチュエーション。どうやら、何年やってんの？そんなまともになってる。で、それで、今日こちらじゃないですか。あー、なるほど。それですね。これね、知ってる人は知ってるんですかね。僕はもう。知ってる人は結構知ってるんですけど、僕が睡眠時間が1日3時間とかで、異常に働く理由が、そのドラッグ。まあ、要はあれですよね。サプリメントですよね。サプリメントがめっちゃ多いですよね。僕も上辺だけチラッと聞いてて。サプリはね、僕ほんと超いろいろ飲むんですよ。で、今日初めて見たんですけど、やばいぐらい飲んでるんですよ。あ、でも健康も気使ってるんで、最近あれですよ。こういうもの食ったりしますよ。っていうので、今日はちょっと自宅訪問で、もう訪問した体で。それで今日はちょっと美容動画ワンチャン。あ、結構僕は、あれですかね、いわゆるコスメンですからね。コスメンっていうんですか？コスメメンズ。ああ、コスメメンズ。今流行ってるやつですね。だいぶ前です、はい。で、今日はやっぱり、あるじゃないですか。はい、あります。メイク系女子、YouTuber。あ、女性だけじゃないぞと。はい、女性だけじゃないぞと。おおおお。はい。ここ二人はいるじゃないですか。ゲームやるんだぞと。何？ゲームやるんだぞと。ゲームやりますか？ゲーム、ゲーム。あ、ゲームね。やるんだぞと。女性だけじゃないぞと。なんで俺ゲイなんだ。ツッコミ遅れちゃったよ、俺。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ここ二人もいるぞと。ああ、そうですよ。そうそう、ここから出る杭になっていこうかなみたいな。プロターさんなんかもう皆さんご存知かと思うんですけど、やっぱりこういう体作るのは僕ら時間と努力だけじゃなくて、お金もかかってるんで。お金もかかってるし。何百万円ボディみたいな。そうですからね。だからその大物メイク美容 YouTuber なんかです。全然金かけてるし。確かに。いや、それは、体に金かけてるって言うんだよ。僕らの方がかかってるでしょ。しかも意識も絶対高いと思うし。間違いないです。顔も体も。そうなの、僕らに勝てるわけないじゃないですか。だから今日ワンチャン出してみて、20万再生以上いったら、次もやるかな。目標低いですね。はい、ラファプロ美容チャンネル。うわっ、うわっ、もう第1弾を今日やっていこうかなみたいな感じで。サプリメントめっちゃあるんで、はい、紹介していきたいと思います。オッケー、サプリメントと、あと今は美容系のグッズいろいろ出るからね。よし、じゃあやっていきましょう。オッケーっす。うわ、どんなのがあるなら楽しみー。うちのマネージャーに受けたからって2回も3回もやらないでよ。これまずは、化粧品とかそういうことじゃなくて、こういうことでいいんですか？そういうことですね。まずは体から飲んでるサプリメント。どういうの飲んでるの？これね、ちょっともらいただいたんですけど、へぇ、これね、3、4、5万ぐらいするって。3万ぐらいするって。3、4万もするんですか？なんかプラセンタで、サプリメントのほとんどが、なんか腸で溶けない、腸までいかないらしいんですよ。で、これめっちゃ分厚いんですよ。硬くないですか？超硬いんですよ、これ。すごい硬い。なんか豆みたいな。ケツに入れるやつみたいな。いや、本当にそうですよ。これプルターさんに勧められて買ったやつ。え、名前なんて言うんでしたっけ？それなんて言うんだろう、これ。プラセンタ。プラセンタ。ああ、気づいた時に、立ち寄るやつですね。そうです。ポケモンセンター、それ。絶対わかんないですよ。これ、プルターさん飲んでるでしょ、これ。あ、これ飲んでますよ。これ今、グリーンも飲んでるんで。ああ、僕めっちゃいますよ、これ、家に。これね、マジおすすめ。いっぱいありますよ。はい。だから僕、大食いしてよくそんな、胃もたれとか、健康悪くしないですねって言われるんです。これ飲んでるんで、マジで。スカルさんにもらったんですけど、これ一個一個調合するんですよ。ほら、やばくないですか？あ、調合するんですか？一個一個この液体を入れるんですよ。ニンニクの液体なんですけど。すごっ。あ、殻の中にこれ入れて、で、摂取する前に自分で調合するんですよ。すごいな。ドラゴンクエストみたいですね。これはやばいですね。これは最近流行ってますけど。全然知らない。まあ単純に頭が良くなると思ってもらえば、頭が良くなる、頭が良くなる、まあそれ DHA とか。これも、ああ、DHA1 の多いんですか？これ多分有名です。今ちょうど雑誌とかにバンバン載ってますね。PS100 っていうのですね。あ、はいは
これ4系っていいですか？あ、普通にいいっすね。疲れてるですね。ビタミンとかなんかそういうやつ、ビタミンで定番と、あと野菜僕食べたんで、野菜サプリと、あと野菜サプリ、たまにタバコ吸うんで、ビタミン C と、筋トレで疲れた時にこれ、これ結構いいっすよ。あ、これいいっすよね。これ飲みますよ。これめっちゃいいっす。皆さん、これマジおすすめです。これめっちゃいいっすね。アミノバイタル、へえー、こんなの飲んでるんですね。めんどくさいんで、なんかもう調合したやつとか飲んじゃって、はいはい、結構今こだわってるのあれですね、やっぱ水。これめっちゃこだわってる。すごい、なんだこれ。あとお茶、1日これ飲むだけで、はい、人より何時間も多く働けるって考えたら、はい、それかける1ヶ月1年やったら、はい、僕ってそもそも睡眠時間が3時間なんで、そうですね、他の人間があの12ヶ月のところ僕13ヶ月あるんですよ、はい、1年で。なるほど。他の人間より僕1ヶ月多いんですよ、時間が。ああ、さらに、はいはい、疲れないってなってくるんで。すごいな、これすごい効率的ですね。効率的ですね。1ヶ月多いのやばいっす。ただでさえ仕事できるのに1ヶ月多いってやばくないですか？はい、ということで、こっちさらにあるんですか、なんか。あ、あります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 。うわ、いい匂いだな。うわ、これすごいっすね。いやいやいや、ボディクリームっすね。女子力高いな。これもらったんですよ、あの人。先日もらいましたよ。あ、はいはい。トースト買えって言った人っす。あ、トースト買えって言った人っすね、はい。これ全部ボディクリーム系ですね、これ全部。すっごい。ボディクリーム系ですね。すっごい。だからそんなツルツルなんですね。これ仮面です。あ、これ流行ってますね。ハンドソープ。はい。流行ってますね。ちょっとおしゃれじゃないですか、これ。糸ようじ。これ糸ようじなんですか？はい、あー、これおすすめっすよ。これ毎回動画であるんですよ。これおすすめっす。これちょっと顔にかけていいですか、一瞬。はい。ちょっと目つぶって、目つぶって、目つぶって。これめっちゃよくないですか？なんですかこれ。これは中にはあの SK2 入ってるんですけど、炭酸水で振りかけることによってなんかより浸透するときに。すごいな。これマジっすか。これ超いいっす。全自動先生みたいですねこれ。全自動。すごい。水漏れの上位互換のやつ。はい。こっちは何ですか？こっちもこれ使ってますね、これ。俺が使ってるやつ。SK2? あ、これあの女のやつです。これ女のやつ。これはあの。はい、ということでやってきました。はい、ラハプロチャンネル。おおおおお、キャラハの。はい。あの、今日もいい天気ですね。何どういう構成これ。ちょっと M1 っぽくやってみようかなみたいな。でも話聞くかけり、もう労働がすごい長くて。今ずっと乳首触ってるんですけど。ずいぶん外側にありますね。あ、俺と同じ種族。離れ乳なんですよね。顔可愛くてスタイルいいんですけど、離れ乳なんですよね。俺も離れ乳で、セパレート乳首って言ってるんですけど。だから、女の子に夜の日もういいよ、その話。もういいよ。まだないのみたいな。今日はね、サプリの話でしょ、僕は。ごめんなさい、ごめんなさい。栄養士の人に言われるんですけど、なんか、異常に血液がサラサラすぎて、野菜しか食べてないんですかって言われました。あー、肉しか食ってないのにサラサラなんですかって。異常にサラサラだと思います。サラサラサーティーってやつですね。違います。プロさん肌綺麗ですもんね。あ、僕今肌断食で何もつけてないですよ。何も水洗いです。あ、そうなんですか。はい、でもやっぱ乾燥肌なんで、はい、あのかさつくんですけど、粉吹くんですけど、はいはいはい、それででも女の子結構好感触なんですよ。え、かさつきまくってて粉吹いてるんで、はい、ゲレンデに来てるみたいみたいな感じで。そいつバカなんじゃないですか、頭。この動画何したいのか。コスメ無理なんだ。コスメ無理なんだろ。構成的に最初に遊びを撮ったじゃないですか、はい、あの時のいじりが短すぎるんですよ。も僕もあれ、なんかこれいじることねえなって。 あの時いじりが短すぎるんですよ、はい。確かに。まずそこっすね。そうっすね。勘違いしてます。まあ、すごい敷居低いところなんで、これは。もう適当にもう、一緒にいるだけでもいいよ、みたいな。なるほど、なるほど。いいっすね。あの、七五三みたいな。あの、おすすめサプリ紹介するってこといいんじゃないですか。こんだけあったらもちろん提供じゃないことわかるじゃないですか。こんなの会社が違うの混ざれないで、提供は絶対に。おすすめです。僕が全部飲んでる子おすすめです。パックがこれもらったらもうすごい良かったです。ああ、よかった。あと化粧水、あれ本当に全部僕使ってるんで、あれ普通にいいっす。あ、本当ですか。最近ディオールがめっちゃいいって言われてるんで。ああ、そうなの、ディオールめっちゃいいっす。はい、言われますね。あ、結構普通に見てる方は絶対、向こうの方が詳しいと思うんで。そうですね。おすすめされて買ってて、僕もなんかその日にノリで買いますね。なるほど。はい、ノリで買いますね。やっぱそうですね。話すことねえのかよ。くそつまんないぞ。海外っていろんなことに予防するじゃないですか。日本人って予防する習慣がなくて、はい、唯一日本人がやってる予防って歯磨きだけなんですよ。虫歯じゃないのに歯磨きするじゃないですか、僕ら。唯一それだけなんですよ。でもこのぐらいもう当たり前なんですよ、やるんだったら。海外だと。とか普通もこのぐらいやった方がいいですよ。病気になってからじゃなくて、なる前にいろいろ試して飲むっていうのも絶対やった方がいいですね。なるほど。それみんなやらないんで。あ、確かにそうかもしれない。病気だって風邪薬飲むと意味なくないですか。ないですね。遅いじゃないですか、病気になってるんですから。で、それ言うなら一番顕著に僕から出たのが減量したじゃないですか。はい。減量末期で。はい。
全然朝起きて違う日があったんですよ。そうで、もうヘロヘロ状態なんで、うん、基本は何も摂取しないと朝起きると、うん、まずベッドから起き上がれないんですよ、痺れて。いや、ほんともう糖も入ってないんで。そんなになるの？マジマジです。だから毎回僕ベッドからバコーンって落ちて起き上がるんですよ。やばっ。いや、これマジですマジです。そんなになるの？こっから普通だったらよいしょってうわーってなるじゃないですか、はい、それが朝一だと体力なさすぎて、はい、もう寝返りってドカーンって落ちて、ほう、それで起き始める。で、そうだったんですけど、その前日にビタミンを取って寝たら起き上がれるんですよ。それが極限状態になったら違いが分かるんだ。はい、そうなんですよ。ビタミンとかってこういうのって極限状態になったら効果分かるんですよ。だから面白い、ぜひ皆さんサプリ取ってください。ラワさんがこんだけ動画もう締めとしますか？もう締めとしますか？なんかありますかね？特にないです。ヨボヨボのおじいちゃんが体壊してから医者にちょっと軽い運動だけしてきなさいって言われて、リハビリで運動とか行くじゃないですか、うん、病気になった方がしんどいですよね。はい、そうです。僕らって普段から筋トレして、まあ、好きでやってますけど、はい、しんどいかもしれないですけど、周りから見てほとんどの人がやらないっていうことはそういうことじゃないですか。はい、でもそれが一番楽なんですよね。ああ。病気になった方がしんどくないですよ。だってずっとベッドってお金もかかるし、はい、何もできないし、でも僕ら多分80とか普通に生きてますよ。そうですよね。めっちゃ健康です、僕ら。うわ、そういうことか。僕ら楽してるんですよ、筋トレして。ああ、苦しい思いしてたと思いきや。こっちの方が楽っす。実は楽っすね。あとの他の周りのやつとかもジャンプなんかもあって70ぐらいだとずっとベッドっす。そこから20年後ずっと全然気になって。ああ、そういうことっすね。家族いなかったらもうじゃあ20年後ずっと、ずっともうこんな感じですもんね。そう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 。うわー、そういうことか。そうそう。だからやっぱこういうのが大事と。楽してるんですね、これね、僕ら。これ楽してるってことですもんね。そう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 。いや、ちょっとためになる動画、ためになりますね。そうだ。これで再生数取れたら嬉しいな。これ取ったら本当大好きになるよ、プロダさんと一緒に。これで再生数取れたら大型企画やりましょう。そうですね。今までちょっと、おーってきたんで、たまにはやりましょう。たまには、次すごいのやるんで、これ取れたら、はい、これ取れたら次というかな、ここ配信から1ヶ月以内に、そうですね、もう次の動画結構ちょっと攻めたやつでなんかやりたいですね。ちょっとやりたいですね。あー、確かに確かに。やりましょうか、次の動画。これもうサブチャンネルですもん、編集あんましないですよ。なんで逆に、え、ここまでじゃないよね、あっち始まるんだ。あっち始まるんだけど、逆に編集しないで、それも楽をするためだから。あー、そこ無理やりつけてない？それ違うよっていう感じで、はい、はい、ラワさんがやっぱ長時間働ける秘訣はやっぱサプリでした。サプリです、間違いないです、はい、で、これがちょっとコスメンチャンネルやっていくんで、はい、バズったら、はい、反響が良かったらやっていくんで何かください。はい、コスメンチャンネルやりましょう。コスメってむずいっすね。俺ら、コスメンチャンネルやりましょう。やりたいっすけど、やっぱすごいっすね、女性のものの YouTuber って。化粧品紹介してなければ40万、30万、50万って。まあね。続かないっすもん、べしゃりが。いや、僕は本気出したらやりますけどね。マジっすか。顔出してないんで。あ、化粧水だと全然効果わかんない。毎回見せない。化粧水どこがいいのかやるっていうのがあるっすね。ああ、いいっすね。ってことで、まあ、これはもう何も、笑いも何も起きないやつなんで。最悪じゃん。まあ、いいっすいいっす。これがいいんすよ。こっからどんどん仕掛けていけるんで。はい。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。